皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。論文解説チャンネルのたけみです。今回はメンタルを整えてくれる最強の食べ物と題しまして、私たちのメンタルヘルスを健康に保ってくれる最強の食べ物について解説していきたいと思います。それでは早速本日のお品書き、1限でメンタルと食事について、2限でメンタルを整えてくれる最強の食べ物について、3限で健康効果の高いおすすめの食べ物について解説していきたいと思います。それでは早速1限のメンタルと食事の解説からスタートしていくことにいたしましょうか。さて皆様、ぶっちゃけ今メンタルの調子はいかがでしょうか。どうも最近落ち込むことが多いよとか、私はそもそもすぐに悩んでしまい気が弱いタイプだと思っている人は、食べ物を見直す時期に来ているのかもしれません。というのも、このチャンネルを見ていただいているリテラシーの高い皆さんならばすでにご存知かもしれませんが、私たちのメンタルというのは食べ物によってかなりの程度影響を受けるということが分かっているからでございます。簡単に言えばですよ、適当な不節制な食生活を送っているとメンタルに悪く、きちんと栄養を摂取できているような食生活を送れていると肉体だけではなくメンタルにとっても良いということでございます。嫌われる勇気がベストセラーになったりとか、他人の目を気にせずに嫌われることを恐れずに自分の人生を生きましょうという趣旨の自己啓発本がベストセラーになっていることからも、多くの人は折れない心を持ちたいとか強いメンタルを持ちたいと願っているんだということがよくわかるでしょう。しかし私はそういったメンタルを強くしようという本を読む前にですね、もっと大切なことを多くの人が忘れているように感じているんです。それは食事を整えること。当たり前すぎて誰も言わないかもしれませんが、私は言っていきます。食事がメンタルに与える影響というのは非常に大きいので、嫌われる勇気を持とうとか言って自分を奮い立たせるよりも食事を整える方が強いメンタルを手に入れるためには簡単かつ有効な方法だと思うんです。とはいえメンタルのために食事を整えろなんて言われてもなかなか大変そうですよね。しかし今回の論文はあるものを食べるとメンタルヘルスを整えてくれるんだということを明らかにしてくれました。ではでは早速、食事がメンタルに影響を与えるんだという大前提を押さえてもらった上で、今回の論文から何が分かったのかということを2限で解説していきたいと思います。その前に1限をサクッとまとめておきます。食事がメンタルに与える影響というのは非常に大きいので、メンタルを整えたかったら食事に注意を向けることが近道である。それでは次2限でメンタルを整えてくれる最強の食べ物について解説していきたいと思います。さて最初に結論を申し上げておきましょうか。今回の研究によって明らかになったメンタルを整えてくれる最強の食べ物とはズバリ果物と野菜でございます。果物や野菜を多く食べている人はメンタルヘルスが良くなります。さてこれを聞いてね、そんなの当たり前でしょと思った人がいるかもしれませんが、ではあなたはしっかりと推奨されているだけの果物や野菜を摂れているのでしょうか。もし日々の食生活の中であまり果物や野菜をいっぱい食べようとこれまで意識できていなかったのならば、ぜひともこの動画をきっかけにしていただいて、これからは野菜や果物をいっぱい食べようということを決意してほしいと思うんです。研究によって分かったことは何かというと、人々が食べる果物や野菜が多ければ多いほど心の状態が良くなるということ。果物や野菜を1日1回余分に食べるだけでメンタルヘルスをある程度改善できるということでございます。そして果物や野菜を1日1回余分に食べるだけで、なんと月に8日余分に散歩に行くのと同じプラス効果があるということも分かっております。さてこれを聞いている皆さんはおそらくね、運動をすることがメンタルにとってプラスに働くという事実をご存知かと思うんです。そして運動といってもジム
ムに行くとか水泳教室に通うといったガチガチの運動をしなくても、たとえ散歩するだけでもメンタルに非常に良い影響を与えるから、まずはこれまで運動をあまりしてこなかった人は散歩から始めましょうということも、私のチャンネルやその他の情報源によって知っているかと思うんです。私が尊敬している樺沢紫苑大先生も、朝一に散歩をする朝散歩を毎日実行すればほとんどの不調は消えていくとおっしゃられております。また運動をすることには抗うつ剤に匹敵するほどの威力があるということを皆さんは知っているでしょうか。抗うつ剤を使って治療したグループと運動療法によって治療を受けたグループでは、両方ともメンタルヘルスが改善したというデータがあるでございますよ。まあね、とにかくごちゃごちゃと言ってしまったんですが、運動というのは非常にメンタルに良いというのは今では常識となっております。しかしなかなか運動する時間が取れないよともどかしい人もいるでしょう。そんな時こそ今回の研究の内容を実生活に生かしていくポイントでございますよ。果物や野菜を1日1回余分に食べるだけで、なんと月に8日間余分に散歩に行くのと同じプラス効果があるんです。忙しい人にとっては月に8日も余分に散歩に行くというのはなかなか大変でございましょう。時間もかかるかと思うんです。しかしなんと野菜や果物を1日1回余分に食べるだけで、それと同じ効果が得られるんですから、実行しない手はないかと思うんです。さて皆様、自分に問いかけてみてほしいです。自分はちゃんと毎日の生活の中で十分量の果物や野菜を摂取できているだろうかと。例えば厚生労働省は1日に 350g 以上の野菜を摂取することを目標としておりますが、国民1人の1日の平均的な野菜摂取量は 295g ほどしかありません。多くの人は野菜が足りていないということがデータからも客観的にわかるわけでございます。ちなみに米国では推奨量の果物や野菜を食べるのは10人に1人程度でございます。野菜や果物にはビタミンや食物繊維が豊富に含まれております。がんや心臓病の予防にはたっぷりと野菜と毎日果物を摂ることが効果的でございます。ビタミンは主に13種類あり、それぞれ重要な役割を果たしております。そして野菜や果物にたっぷり含まれている食物繊維は腸の掃除役として知られ、生活習慣の予防に役立ちます。野菜、果物、大豆などの豆の製品、海藻など、特に種や皮ごと食べるもの、歯ごたえのあるもの、ぬめりのある食べ物に食物繊維は多く含まれております。さらに野菜や果物には血圧を下げる働きがあるカリウムも豊富に含まれております。ですので生活習慣病の予防に効果のある野菜や果物を毎日積極的に食べることが重要でございます。そして野菜や果物は生活習慣病だけではなく、メンタルを整えるためにも必須ですから、ぜひ今回の動画を通して野菜や果物をもっと食べようというモチベーションを高めていただければ嬉しく思います。簡単に今回どんな研究が行われたのかということをサクッと解説していきましょうか。今回の研究では7年間にわたって何千人もの人々を追跡調査しました。この研究ではライフスタイル、教育、健康状態、その他の食事の側面など他の要因の影響もしっかりと調整しました。その結果、この7年間にも及ぶ追跡調査から分かったことは、野菜や果物を食べることが心理的幸福にも役立つかもしれないということでございます。研究者は次のようにコメントしておりますよ。以前の研究から果物や野菜を食べることが体の健康に役立つことはよく知られていました。しかし最近新しい研究はそれが心理的幸福にも役立つかもしれないことを示唆しております。因果関係を確定させるにはさらなる作業が必要ですが、結果は明らかです。果物や野菜を多く食べる人は食べる量が少ない人よりも精神的健康と生活満足度が高いと報告しているのです。
果物と野菜のメンタルへのプラスの影響についての証拠が蓄積されているようでございます。より良い食生活を奨励することは、長期的には体の健康に有益であるだけではなく、短期的には精神的健康を改善する可能性があると研究者は述べておりますよ。さて、いかがでしょうか。これを聞くと、やはり野菜と果物をしっかり摂ることにはメリットしかないということがわかりますよね。長い目で見ても、野菜と果物をしっかりと食べていればですよ、私たちの肉体も健康になるし、さらに短期的にはメンタルを回復させてくれるという素晴らしい効果があるわけでございます。今まで野菜と果物をあまり食べてこなかったよという方は、この動画を見てモチベーションを上げて、ぜひ野菜と果物を日常生活の中に導入してほしいと思います。そして今野菜と果物をしっかり食べているよという人もいるかと思うんですが、おそらくそれでも足りていないので、もう少し余分に取るということを目指してみてください。とはいえ、この動画を見て、よし、野菜と果物を取るぞというね、モチベーションを高めたとしても、なかなか実際に実行できる人はあまり多くないんじゃないのかと、私は心配しているわけでございますよ。そこで、習慣化のテクニックを使って、日常生活の中に野菜と果物を導入していくということを考えていきましょうか。まあ、習慣化のテクニックと大げさに言っていますが、簡単で、スーパーに行ったら、必ず野菜と果物を多めに買って常に冷蔵庫の中にストックしておくという習慣を身につけるだけでございます。そうするとですよ、キッチンに行くたびに、冷蔵庫を開けるたびに野菜と果物が自然と目に入りますし、野菜と果物はある程度の時間が経つと傷んでしまいますから、早く食べなきゃという意識も働き、結果的に野菜と果物の摂取量が多くなるかと思うんです。よし、野菜と果物を食べようと思うだけではなくて、実際に野菜と果物を大量に買ってきて冷蔵庫にセットしておくということが極めて重要でございます。そして買い物に行ったら絶対に野菜と果物を買うというルールを決めるのも非常に良いかと思います。今ではね、世の中も結構便利になってきて、週に1回とか月に1回とか定期的に野菜を宅配してくれるというサービスもありますから、これらのものを利用すればほぼ強制的に野菜や果物を食べることができますから、非常におすすめでございます。有名どころで言うと、オイシックスなどのサービスがあるでしょう。このようにしっかりと野菜と果物を食べられる環境を作るということが、楽々と野菜と果物を食べるという習慣を生活の中に定着させる方法ではないでしょうか。ぜひぜひ自分なりに工夫をしてみて、どうすれば俺は野菜と果物の摂取量を増やすことができるんだということを考えてみてくださいませ。それでは2限の内容をここら辺でまとめておきましょうか。ポイント1、メンタルを整えてくれる最強の食べ物とは果物と野菜である。ポイント2、食べる果物や野菜が多ければ多いほど心の状態は良くなる。果物や野菜を1日1回余分に食べるだけでメンタルヘルスを改善できる。果物や野菜を1日1回余分に食べるだけで、なんと月に8日間余分に散歩に行くのと同じプラスの効果があるのだ。ポイント3、野菜と果物をしっかり摂るということには肉体的にもメンタル的にもメリットしかないので、常に自分の冷蔵庫に野菜と果物を大量に入れておくなどといった工夫をして摂取量を増やしていこう。それでは次、ラスト3限で健康効果の高いおすすめの食べ物について解説していきたいと思います。さて、ここまでで野菜と果物食べようぜとひたすら言ってきました。3限では具体的にその野菜と果物の中でも非常に健康効果の高いコスパの良いものについて紹介していきたいと思うんです。まず紹介したいのがブロッコリー様でございます。ブロッコリーには
さまざまなメリットがありますので、ぜひぜひ取っていただきたいコスパの良い野菜でございます。ブロッコリーには野菜の中でも特に豊富な食物繊維が含まれております。腸の蠕動運動を促進し、便秘の解消に効果的でございます。食物繊維が私たちにとってめちゃめちゃ重要だというのは本当に強調しても下りないほどで、食物繊維だけで動画を1本作ろうかと考えているぐらいでございます。食物繊維を食べるだけで死亡率が減少するという驚きのデータもあるので、ぜひ食物繊維は食べていただきたいと思うんです。またブロッコリーに含まれるスルフォラファンには抗酸化作用と解毒作用があり、がん予防にも効果的であるということが分かっています。さらにはブロッコリーにはビタミン C、リン、カリウム、葉酸、カロチノイドなどの有効成分が豊富で、抗ウイルス性、抗がん性、抗菌性のあるジーンドリルメタンのような珍しい健康増進化合物もいくつか含まれておりますよ。とにかくブロッコリーは腹持ちも良くてコスパが良いので、ぜひぜひ食べていただきたい食品になります。またブロッコリーに似たやつでカリフラワーとかいうのがありますがね、これもねかなりコスパが良いので、ぜひこれも食べてほしいと思うんです。ではでは、次に紹介したいのはアボカド様でございます。アボカドは厳密には果物なんですが、それに含まれている栄養素ははるかに野菜に近いんだということが分かっています。健康的な食事には健康的な脂質を摂るということが必要不可欠でございますが、アボカドにはめちゃめちゃ良質な脂質が含まれていて、ぜひとも摂っていただきたい食品になります。具体的に言うと、一価不飽和脂肪酸という良質な脂質がね多く含まれているため、健康に良いとされているんです。ではでは、次に紹介したいのがオリーブ様でございます。オリーブは厳密には果物に分類されるんですが、野菜のように機能するので野菜のように食べてください。オリーブは何世紀も前からパーフェクトフードとして考えられてきました。オリーブには他の野菜とかに比べて毒素がごくわずかしか含まれておらず、極めて安全な植物性脂肪の供給源でございますよ。このチャンネルでもね、何度もオリーブオイルはめちゃくちゃ体に良いということを解説してきたんですが、当然オリーブだって体に良いですから、積極的にオリーブというパーフェクトフードを摂取するようにしていただきたいと思うんです。さてさて、ここからはね、果物について紹介していきたいと思うんですが、果物のポイントは糖質が多すぎるものは避けるべきであるということでございます。例えばですね、みんな大好きマンゴーなどはかなり糖度が高いので、あまり大量に食べてはいけません。様々な本や論文によると、結局ね、果物で最強なのはブルーベリーなどのベリー類だとされております。ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリー、クランベリーなどのベリー類は非常に栄養価が高く、しかも糖質が少ないですから、めちゃめちゃコスパの良いものだと言えます。アントシアニン、ポリフェノールなども多く含まれていて、とても健康効果が高いということが分かっているんです。またベリー類の他にもレモンやライムは肝臓の解毒を助けるということが知られております。肝臓の解毒を助ける抗酸化物質がレモンやライムには多く含まれているため、これらもおすすめでございますよ。それでは3件の内容をまとめておきましょうか。健康効果の高いおすすめの食べ物を5つほど紹介させていただきました。1、ブロッコリーとカリフラワー。2、アボカド。3、オリーブ。4、ブルーベリーなどのベリー類。5、レモンとライム。それでは本日のハイライトに参りましょう。1限でメンタルと食事の関係について力説し、2限でメンタルを整えてくれる最強の食べ物を論文から解説していき、3限で健康効果の高いおすすめの食べ物を具体的に紹介させてもらいました。さて皆様、いかがでしたでしょうか。本日はメンタルを整えてくれる最強の食べ物について深掘りして解説してきました。様々な本を読んだり、様々な論文を読んでいて思うことは、やはり結局ね、なんだかんだ言っても食事がほぼ全てであるという
ということでございますよ。食事さえきちんと整えればね、あらゆる問題は解決するということでございます。最近は変化が激しい世の中を生き残っていくためには、自分にしかできないスキルを身につけることが重要であるなどとよく言われており、様々なスキルアップに実際挑戦している人も多いかと思うんです。しかし私がいつも思うのは、スキルアップをするよりもまずは食事を整えるとか、ちゃんと運動するといった自分の体調やパフォーマンスに投資した方が圧倒的に成果が出るということでございます。正直ね、ちゃんと食事を整えて運動して脳を最高の状態に持っていけば、スキルの習得だっておそらく何倍速ものスピードで進むと思うんです。結局脳をうまく働かせるように持っていけば、集中力だって上がるし、記憶力だって上がるし、理解力だって当然上がりますから、他の人よりはスキルの習得が早くなるので、一見スキルとは関係なさそうな食事や運動に投資する方が明らかにコスパが良いと私は確信しておりますよ。皆さんも体調が良い時は非常に頭がクリアに働くという経験をしたことがあるかと思うんです。逆に体調が悪い時の自分の頭なんて全く使い物にならないということも経験していると思うんです。今回解説してきたように、メンタルを整えるためにも健康になるためにも食事に投資するというのは最高の自己投資だと思いますので、ぜひ少しずつでいいので日常生活の中に野菜と果物を散りばめていってほしいと思うんです。今回の動画を見ることで皆様の野菜と果物をもっと食べてやろうというモチベーションをね、最大限に高めることができたら私はとても嬉しく思います。またこの動画に関連いたしまして、メンバーシップの方でコスパ最強の健康への投資参戦という動画も公開しておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから訪れてみていただけると嬉しく思います。本日は以上になります。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしております。このチャンネルの他にも本要約チャンネルと残酷すぎる世界の真実を解説するというチャンネルを2つやっておりますので、興味のある方は概要欄からそちらもチェックお願いします。本日はご清聴ありがとうございました。